はい、こんばんは、島津です。皆さん、もう12月に入ってね、約6日ぐらいかな、経ちましたね。で、もうすぐするとクリスマスが来ると思うんですけどね、クリスマスといえばサンタクロースですよね。実はデッドバイデイライトにね、今年サンタクロースが舞い降りるみたいですね。それがね、そしてそのサンタクロースをね、捉えた、画像が見つかりました。それはこちらです。はい。ちょっとね、顔の方はいかついんですけど、いかつくて怖いんですけど、真っ赤なお鼻に赤い帽子、赤いお洋服、ね。そして、太っちょ体型、サンタクロースさんですね。はい。こちらの方がね、デッドバイデイライトには、プレゼントを届けに来るみたいなんですけど、ただね、ちょっとね、よく見るとね、誰かに似てるんですよ。はい、そうなんです。察しがいい人はね、もう一発で分かったと思うんですけど、クラウンさんなんですよ、この人。はい、ということでデッドバイデイライトにはね、クラウンさんがね、サンタクロースとして舞い降りるみたいです。でね、このクラウンさんね、見てください。もう手にはね、ナイフ持って煙突を覗き込んでるんですけど、もうこんな一般人が見たらね、もう強盗にしか見えませんよね。はい、今から忍び込んで何かしらね、脅して盗み取ろうとしてる風にしか見えませんね。で、こんな姿で、ドアコンコンでノックして、ガチャって開けて、プレゼント届けに来たよなんて言ってみてください。ショットガンでぶっ破されて速攻追い出されますよ。はい。で、後ろかな？背中に背負ってるのは、サバイバーとキラーに渡すプレゼントですかね。中に何が入ってるか気になるんですけど、一部がちょっと飛び出てます。よく見てください。手なんですよね、これ、実は。じっと、もうちょっとね、拡大してみるとね、わかるんだけど、手なんですよ。はい。それでね、こちらのスキン、いつ頃来るのかっていうと、まあ、おそらくクリスマスじゃないかなと思われます。まあ、近いうちには確実に来ます。なんでかっていうと、画像が、ね、もう、確認できました。それがこちらになるんですけど、この画像があるってことは、準備はできてるっていうのは分かってるんで、クリスマスまでにはね、来るのは確定だと思います。はい、それでね、このクラウンさんなんですけど、またね、ファンの方がね、ファンアートとしてね、クラウンさんの、CG を作った画像があるので、まあ、ちょっと、最後にね、そちらをね、見ていきたいなと思います。ただ、ファンアートなんで、これ通りのキャラ、スキンが登場するとは限らないので、そこはね、ご了承ください。一般の方が作ってるファンアートになると思うので。ただ、再現度は高いですね。はい、それがね、こちらになります。まずはね、正面からのサンタ版クラウンさんなんですけど、腹出すぎじゃない？で、腹のとこよく見てください。ウジがいるんですよ。ちょ、アップしますね。ほら。腐ってんのかな？クラウンのお腹の皮膚。ほら、ウジって、まあ、なんていうのかな。化膿したところとか、腐敗したところに、ウジって寄ってくるんで、なんでウジがそういったところに寄ってくるかっていうと、ウジって実はね、ほんと、治療にも使われてるんですよ。人のね、人の、外傷の怪我とかの治療に昔、古代から使われてて、まあ、グラディエーター見た人はわかると思うんだけど、主人公がね、大怪我を負った後に、奴隷商人か何かに見つかって、連れて行かれてる時に、ウジをね、傷口につけられてるんですよ。そう、ウジは腐敗した部分を、組織をね、食べるっていう性質があるんで。だから、怪我とかがね、の治りが早くなるんですよ。その腐敗した部分だけ食べるから。まあそういったのがウジにあります。あ、ウジはそういった、特徴を持ってます。実はね。はい。ウジにはね、そういったね、特徴があります。ただね、腐ったものに寄ってくるものってね、思ってた人がいるかもしれないんですけど、これでまあちょっとウジの見方が変わるかもしれません。ということで、まあクラウンさんのお腹はね、腐ってんのかな。で、ここナイフでちょっと引き裂いたらさ、バンって爆発しそうな
ね、膨れ方してるよね。中に排ガスが溜まってんじゃないかな、これ。と思います。うん。そして、こちらがね、側面から見た感じです。ね、手には、まあ、ナイフ持ってて、で、ね、袋の中、よく見てください。ありますよね。ちょっと待って。お手手が。しかも指がやっぱないのね。うん。でもさ、クラウンって指に執着持ってたはずなんだけどさ、手まで持ってくるってことはさ、エスカレートしてない？ついにはもう手までもおいで。手までもおいで。ね、さらに小指まで取るっていうね。ちょっと悪化してる気がしますね、執着心が。うん。だって小指だけ取っていけばいいだけだもんね。メメントでもさ、腕なんてもぎ取んないじゃないですか。いや、こりゃ恐ろしいわ。うん。はい。それで、こちらが、ね、後ろから見た感じになっております。ね、見る限りだと、中にプレゼントが入ってるっぽいですね。手以外に。うん。腕か、腕って言えばいいのかな、腕以外に。うん。ちょっとね、拡大したのがあるんで、そっちを見ていきましょう。はい。こちらが、ね、後ろの拡大した部分になりますが、ね、プレゼントらしきものが入ってますね、腕以外に。これとか、これとか。で、これとかかな。で、このスティックタイプ。これってさ、自分の中だとこのスティックタイプのやつって、キャンディーがね、連想できるんだけど、他の皆さんは何が連想できますかね。もうただの棒ですかね。食べ物、前ね、子供の頃ね、確かこういったキャンディータイプもらったことあって、ガリガリ食ってた気がするんですよ。あ、これもか。これもプレゼントっぽいね。ちゃんともう決めてるんですかね。サバイバーの誰にあげる、キラーの誰にあげるっていうの。うん。この手はね、多分自分用のプレゼントだと思います。はい。で、あと、電球かな。うん、蛍光色っていうか、まあ、電球がね、巻きつけてありますね。そしてね、こちらがね、クラウンの顔のドアップです。よく見てください。ヒゲね、つけてるわけじゃないんですよね。なんか垂らしてるよね、紐で。ほら。紐で垂らしてるんですよ。ブラーンって。うん。で、武将ヒゲが生えてる感じ。もうヒゲは統一しなさいと、ね、言いたくなりますね。この武将ヒゲ生やさなくていいんだよと。で、鼻の方がね、赤っ鼻にフックがついてますね、フック。何引っ掛けるのかな、これ。これ、どっか、引っ掛ける飾りを無理やりもぎ取ってきて鼻にブチってつけてるんですかね。なんかそんな気もする。で、正面からですね、ど正面。めっちゃ悲しそうな顔してるね。はい、こんな感じです。まあ、これね、ファンアートなんで、これ通りが、のキャラが来るっていうわけではないので、ね、改めてね、ご了承ください。ただ、なんていうのかな、公式っていうか、デッドバイのね、スキン画像、うん、見る限りだと再現度はかなり高いと思います。うん。8割ぐらいはね、この状態で来るんじゃないかなと思いますね。うん、この人、ね、このファンアートって言って作ってる人なんだけど、デッドバイに関わってる人なのかな？調べてもね、あんま出てこないんですよ。もしかしたら関わってるのかもしれないですね。これだけ再現度が高いってことは。うん。はい。いかがだったでしょうか？皆さん。しっかりクリスマス用にね、新スキンとかね。他にも実はスキンあるんですよ、いくつか。もう確認できてるのか。うん、あるんですけど、ちょっと今回は話が長くなったんで、まあ、また次回紹介させていただきます。結構面白いのがたくさんありますよ。うん。まあ、レジオンとか。うん。もう確認できましたし、ジェフのもね、いくつか確認できました。それらはちょっとまた別の機会に見せたいかなと思っております。はい。それではね、まあ、最後に一戦ぐらいプレイしてね、今日は終わりにしたいと思います。はい。それではね、やっていきたいと思います。ミンちゃんですね、久々。OK。でも、デッドバイも本当飽きさせませんよね。クオリティの高いスキンをたくさん出してくれるおかげで。課金地獄ですわ、こっちとら。よし。欲しくてね、衣装が。
だから来年の夏はね、ぜひともね、メガネくんの、ね、おっと、マイケルか、メガネくんの水着スキンを出してほしいですね。うん、オッケー。浄化成功。頑張って、竹取さん。よい。違うな、マジか。あ、でも破滅のレアリティの低いやつだから、自分以外の人は、やばいな、これ。自分以外の人は、あれできんじゃないかな。うまく。で、あ、まだあったの。2個、あ、破滅なくなりましたね。いやー、これは難しいな。OK。2個、トーテンパーク持ってきてたみたいですね。近場どこだろう。OK。ナイスストライカー。多分向こうに気がいってるから、自分の方は大丈夫じゃないか、これ。頑張って決めてくれましたね。よし、つけていこう。無限じゃないんじゃないかな。無限じゃないことを祈りたいけど、無限だと2人ぐらいから吸わないといけないよね、多分だけど。あれ、終わんないな。あ、待って待って、よかったよかったって。ちょっと長くなるやつつけてきてるかな。どうやろ。地下ー、ん？地下、あ、地下に持っていこうとしたけど、ダメだったって感じか。縦になれなんかな。あ、あっちに行ったか。あー、やられた。どこに吊るそうとしてるかね。どうだろう。なんか、周り見てるね。周りには一応いないよ。あっちか。さすがにそうだよね。ここが失敗したってことは。待っとけ。助け行くわ。いる。いるっぽいね。おそらく。ナイス。早くせんと、ついちゃうべ。いるのね。オッケーオッケー。お？いなくない？あ、ダメ、これダメなやつ。これダメなやつ。いや、見てる見てる見てる。チューチューしてる、チューチューしてる、チューチューしてる。危ない危ない。ここ無理なやつだな。あ、つけようか、ここ。危なかった。やべ。逃げる。よしよしよし。助けられんな、これ。来いよ。やばい、ワンパイになりそう。あ、今助けてほしかったな。エース。半分いっちゃう、これ。ナイス。まだ半分いってないよね。なんか致し方ないって感じかな。ダメだダメだ。来てる。戻ってきた。ちょっと待って。半分いってなければいいんだけど。OKOKOK。半分いってないじゃない。半分過ぎてなければよかったって言いたかったんですけど。ね。ありましたね。半分過ぎてないんだったらね。お、あっち行ったか。ほげほげ。あ、いやいや。エースじゃなかった。タップ刑事か。タップン刑事だった。おい、やべ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 。さあ、ない。地獄エース。あー、そっちにあったか。いた。ちょっとピンチ、ちょっとピンチかな。逃げてくれー、逃げてくれー、逃げてくれー。いやー、これはきつい。あ、でもいけるか。あー、バレてるんだ。逃げて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 、逃げた方がいい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 。みーちゃん、みーちゃん、逃走逃走。よし、正解正解正解。まだ半分ね、ゲージが減るまでに時間あるから、どうにか逃げてほしい。あれ、いける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 。おーしおーし。あー、くっそ、マジか。タイミング激悪。あれや、タイミング悪すぎる。来て来てくれ。あ、やばいやばい、半分いっちゃう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 。
ありがとう、ビルジュ、ナイス。こっち行こう、こっち行こう、こっち治療しようぜ。こっち行こう、こっち行こう。バーベチリあっかな。バーベチリ持ってるかわかんないけど、よしよしよし、こう、こう。はい、はい。あ、いいの？ありがとう。バーベチリ持ちか。バーベチリ持ちか。助けに行った。何してんのあれ。タップケージ何してんの。タップタップ、お前何遊んでんのよ。バグ、あれ何してんのタップくん。バベチリ持ってるね。オッケー、めちゃくそ遊んでたぞ。クイックイックイックイしてましたね。な、何、あら、新しいプレイですかね、あれ。うん、新しいプレイかもしれないですね。オッケーオッケー、ここつけようか。ここ、今またタゲ取ってくれてるから。結構もう板使われてますね、周り。あー、やられた。で、あのタップケージはもう吸われて絞りカスになってるはずだから、うん、もうレベル3にはなれないと思う、タップケージ一人では。よしよし、あと2つ。ナイス、ナイスじゃないわ、次で終わりだ。タップありがとう、タップ。そうだった、タップケージ終わりだったな、次で。これはまずめ、バレてない？一回避難、バベチリ持ってる可能性大なんで。オッケーオッケー、あー、そこいた。オッケーオッケー、はいはいはい、はい、よいしょ、後ろから来る気がする。おいしょと、いっ、ちょっと待って、これゆっくり行った方がいい気がする。で、うん、発電機はもうばらけてるから結構やりやすい。向こうに1台と、どこいる、どこいる、じいちゃんが追われてるな。向こうに1台と、こっちに1台と、あと1台がどこにあるかわかんないんだけど、っていう状況だから。いやー、これ、やばいやばいやばい。ちょっと離れる離れる。じいちゃん逃げれる？この状況。無理やろ。一回戻るか。ここに吊るすよね。バレてる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 。バレてない？あ、バレてないバレてない。オッケーオッケー。ジジ、逃げるよ。ちょ、チロチロチロ。3回、みんな3回、綺麗に3回したい。オッケーオッケーオッケー。ハッチはない。あと1台どこ、あともう1台どこかね。ジジー、マジか、ナイス。あっちとそっち、ジジー釣られるかな。ジジー、すまん、ゲートを先に優先させてもらう。ノーワンつけてきてるかが怖いとこ。すまんな、ジジー、マジで。ゲート優先、ゲート優先。あー、痛い痛い。ジジー吊るされるか。ビルジー、ビルジー、たあー、ごめんビルジー、すまん、最優先事項はこっちやったんや、許してくれ。おお、え、ヤサ鬼、あ、ヤサ鬼だ。もうこれお礼言っていかないと、ちゃんとね、屈伸2回ぐらいして、はい、出ていいけど、お前らよくやったと、ありがとう。まさかのヤサ鬼でしたね、最後。いやー、センキューとね、お礼だけは言っておきましょう。これマナーです、デッドバイのマナーです。で、あれ、ここか。あ、ちなみにですね、先ほど入ってきた情報によると、明日のゲームアワードっていうイベントで
マシューさんがね、デッドバイについて何か重大な発表をするとのことでした。もしかしたらなんだけど、以前一部のニュースで言われてたゲームモードについて話すかもしれないですね。ゲーム、新しいゲームモードについて何かしら考えてるって、開発してるっていうのはね、前言われてたんで、そのニュースで。もしかしたらその可能性がある、将来について壮大な発表があるって言ったからね。だからもしかしたらカジュアルマッチとちゃんとしたね、ランクマッチ、パーティーが組めないランクマッチっていうのが実装されるかもしれないです。はい、なのでそこもね、楽しみにしておきましょう。では失礼させていただきます。島津でした。バイバイ。